なんか頭の中でリセットして考えないと。ちょっとピンクの特撮作れんわ。転売しちゃダメだぞ、ちゃんと自分用に取っとくんだぞ。いやいや、これ見てナイキって思う人はいないでしょ。あ、言っちゃった。佐藤大輔です。いや、井上さん、いや、いや、今日はですね、うん、あの井上さん、とても重要な日なんですよ。ピンクの日が現れたらしい。食べてほしいものがありまして。ピンクのリクエイド、ピンクのリクエイド。映画館の中で食べれるものでしょう。それ買わない、それは買わない、それは買いません。お姉のケチャップマスタードか、ビーシュアンケチャップチーズバできましたね。見終わりましたね。どうでした？こう映画館で俺座りながら、はい、ホットドッグ食ってたんですよ。あ、食べてました。ホットドッグ食いながらこう見てたんですよ、うん、50周年記念作にふさわしいくらい、うん、絵が盛りだくさんでしたね。いやー、画面いっぱいでしたね。ああ、もう、うん、うーい、たくさん出るじゃんみたいな。冒頭がまずすごい感動した。全ての歴史を感じさせるような演出から入ったんですよ。僕の仮面ライダーの時の映画は全仮面ライダーが並んだ横並びの瞬間、ここに歴史を僕は感じたんですよ。うわ、壮大だなって。それを仮面ライダーを使わずに今回のセイバーの本という、コンセプトバーって本並んでて壮大だなと思った。石ノ森章太郎先生のこの仮面ライダー1号っていうものを生み出して、こんなに続く図書館になるんじゃないかなぐらい、今後なんかそう感じさせた。やっぱりね、映画館で見たってことがなかったと思うんです。ああ、試写会以外ってことですね。試写会以外で子供が何人かいて、ポップコーン食べながらこう食い入るように見てるっていう感じが温かい気持ちになれた。僕が泣きそうになったところは、これ言っていいのかな、藤岡弘さんが出てきた時に思いがなんか最初の一言目に全部詰まってたなって思った。問題は映画の最後に、爆弾予告みたいなのがついてたんですよ。ついてましたね、エンディングだとね。俺さ、今こんな風に新しい仮面ライダーの予告入れてくるんだなと思った。いやそれも予告レベルじゃなかったんですよ、丸々一話入ってるんですよ。映画とその新しいライダーの2本見た気分ですよね、本当に、特報というよりも。嘘、30分近くやってたよね。いや、やってましたね。ストーリーもちゃんとしっかりゆっくりやってたもんね。あ、僕はでは目に焼き付けましたよ。新しい仮面ライダー、どうでした、マーさん、その話ちょっと詳しく聞かせてくださいよ。マーさんから見てあれはピンクですか？まあ、ネタバレは言えないんですけど、一言で言うと、新しい仮面ライダー、ピンクのディケイドだった。ディケイドの頭みたいなの出てきましたよね。ピンクのディケイドだった。あれ、こっちの方でしょ、こっちの方がでしょ。そうそう、こっちの方。こっちの方。俺もそれ思った、ちょっと混乱してます。ディケイドはマゼンタだと思ってました。そしたら僕も散々ピンクじゃないマゼンタだってめちゃめちゃ劇中でも言ってましたし、バンダイさんがことある商品を発売して記事にピンクの
色で発光とか書いてあるたびに、ピンクじゃないマゼンタだと僕は言ってきました。公式である東映さん50周年記念作品で出したこの映画で予告発表したゼロは敵存在の新しい仮面ライダー、ピンクのリケルンでした。僕ピンクの特撮作るっていうプロジェクトを今進めてるじゃないですか。はい、進めてます。まさかの東映さんがピンクの特撮作ってました。向こうもピンクの特撮作ったでしたね。そんなことある？こんなかぶりあります？このタイミングで。そのかぶりも何？これですか、うん、これは新しいピンクの特撮作ったの方です。ちょっとピンクの特撮作れんわ。ピンクの特撮ですか？なんかピンクの特撮やめようかなと思った。いや、ここまで来てやめます？俺満足しちゃったな。ピンクの特撮見れちゃったの。だってピンクのディケードだったもん。でもピンクのディケードを作りたかったわけではないじゃないですか。まあ、そうね。このまあ映画は、映画はね、本当に楽しめましたし、良かったっす。素晴らしかったし、まあ、全然僕が作ろうとしてるものと、うん、まあ、全然その違うと思いますし、それも仮面ライダーになってむしろ見せるにもおこがましいと僕は思ってるんで、まあ、映画とこのピンクの特撮はまあ別ではあるんですけど、ちょっと僕の中で少し、まあ、自分の問題なんだけれども、本当にこれでいいのかって気持ちにもなったんですよ。この、まあ、今決まったスタッフさんとかキャストの皆さんとか、いやちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと一回考える時間が欲しいな。言葉が今出てこないですね。これが何なのかも今自分の中の気持ちが、整理できてないし、ちょっと一回なんか頭の中でリセットして考えないと、今のままだとピンクの特撮作れないなと思った。それよいしょ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。